よしよしよし。続いてのゲームは、もうこれ全員で、お題が出るんで、その答えを、まあ合わせると、みんなで。どんだけ、チームワークがいいのかっていう。で、一人だけ違う場合、その人だけマイナスポイント。うん、合わせに行く。で、10問やって、マイナスポイントが一番多い人が、視聴者にプレゼント。いや今のはポイントつけてないから。よし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 。まあでも勝てるもん、こんな外してる人には。いけるわ。けど、今度もうほんと、個人個人の。あ、そっか。そう。え、安藤くんは参加するんですか？参加するよ。だから。ああお前、やばいよ。ここまでやってきて、消すんだ。あ、じゃあ。どうしたじゃあ、やっていきましょう。はい。第1問。川崎といえば。いや、もうそういうの、書きましょう。もう何も言わずに書くわ。うん。書くわ。うん。はい。じゃあ、みんなでせーので、やりましょうか。はい、じゃあ、答えをどうぞ、せーの。いや、そうだよね。いや、やすと。よしよしよし。ちげえよ。まあ気持ちが分からなかったけど場所じゃないんだ場所じゃないんだね川崎といえばフロンターレそうです場所じゃなかったか場所じゃねえよ川崎のおすすめスポットだったらそうなるかもねそっかでもこれ全員揃うゲームだからちょっとあれっすよダメっすよチームワーク悪いってことになるっすよそうチームワーク悪いってこと全員揃わなきゃいけないか申し訳ないですあずのして。はい。じゃあ、続いて第2問。フロンターレの外国人選手。選手。といえば。そう、歴代ってことだよね、これ。うん。オッケー、歴代。あ、もうあの人じゃないですか。じゃあ、せーのだよ。せーの。すごい。おお。これ嬉しいわ、俺なんか。でもやっぱそうなんじゃないですか。やっぱり、そうか。歴代だったんさ。うん。じゃあ、これ、北斗がこれ書いたのちょっと嬉しいっすか。なんで？いや、俺ちっちゃい時めちゃめちゃ見てたよ。うん。あ、そう。そうなの、やっぱり。俺、でもさ、レナと選手と迷ったわけ。ああ。うん。やっぱでも、確かに、ジュニーや。うん。9年間いた。フロンターレって言えばそう。ああ。9年もいたんだ。9年いた。まあ続いて2019シーズンのベストゲームといえばこれレオむずいないやでも俺も絶対わかるっすよだから俺でもわかるやつじゃんまあまあまあそうだね、うん、え違うのかなまああれだねよし答えをどうぞ待ってはいはいじゃあせーの合ってるみんな合ってる合ってるまあこれだよねまあ、まあこれはなんてことないか。これは簡単っす。簡単ね。まあ、ヤスが今んとこ一歩。はい。続いてるけど。OKOK。続いては4問目。朝お食堂一押しのメニューはむずいぞ、これ。これは手に行くないんじゃないですか。これ合わないな。合わないでしょ。まあいいや。メイン何出てたっけ何出てたっけメインメインどうしようかメインディッシュにしようか、メインディッシュねなかなかこう出てこない何出てたか覚えてないですけど俺はまあ決まってるけどうん書いたじゃあ答えをどうぞせーのおぉマジかすごい。でも、ヤスとあれが合ってんのはどうだ。ああ、タンタンうどんね。タンタンうどんを合わせに行く、行ってます合わせに来てなくない確かに、マイナス1やね。カレーとかはわかるんだけど、ああタンタンうどんはもう多分、マイナス1でしょ。マイナス1でしょ、あんちゃん。マジ当てに、なんか、自分よがりな気がする。みんなでやってんのにさ。じゃあまあまあじゃあちょっとマイナス1でいいけどよしいいよよしまあちょっと今の今のに関してちょっと掘り下げて
まあ、選んだ理由は、やっぱりでも唐揚げとか食べないです普段。ああ。だその気持ちを食べたいっていう気持ちを組んでくれて、でもアスリート向けにノンフライにしてくれてるっていうのはありがたいんで。あそこの食事すべてにおいて体を考えてくれてるけど、うん、北斗はカレーもなんかいろんな種類あるじゃん。うん。いや俺カレー何でも好きなんですけど。うん。とりあえずあそこで出てくるカレー好きっす。で、ん？これマイナスなの？それ以上は聞かないでください。カレーが好きっす。俺はもう本当に好きなんだよこれ。美味しいよね。うん、俺あのさ、あそこの食事で唯一おかわりしたことあるやん。普段お腹いっぱいに食べないからこれだけは食べる、うん、はい、5問目。鬼木監督の口癖といえば、うわこれむずいな。急に黙ったみず口癖でしょ。口癖だから。口癖でしょ。うん、だって普段だって試合前に言おうとしてることは口癖じゃない。ああ、あれは口癖じゃない。俺らは奮い立たせようとしてくれてるから、口癖とはまた違うんじゃない。あ、決まり文句みたいなもんだもんな。だから普段の会話で喋ってるようなことってことでしょ、口癖。うん、めちゃめちゃむずいやん。ちょっと待って、なんかあったんだけどな。なんだろう。どうする、縛る、うん、練習中とかさ、試合前とかさ。ああ。試合前の。試合前の、アップ終わって帰ってきたときに、さ、みんなに奮い立たせるようなときに言う言葉に、うん。よし。せーの。ああ、マジか。ああ、マジか。あるな。ああ、楽しもうも言ってるね。全部あるな。え、あんちゃんの何？これ気持ちだよ。あー、全部ホワイトボードを叩きながら言ってるイメージがあるんだよ。圧倒しようでしょ。圧倒しようじゃないですか。言うね。そうだ、言うわ。けどさ、楽しもうも言うよね。言う、言いますね。え、俺のは、いや、練習時も言ってるし、試合前絶対言ってる。まあいいや、とりあえずヤスとレオはすごいわ。結構合ってる。合ってるっすね。合ってな。6問目、フロンターレのファン感謝祭といえばどういう表現が合うんだろうな。うん、まあこれは絶対あるもんな。じゃあせーの。なん、あーなるほどね。ああ、え、これはこれ多分ヤスとかは正解だよね、これね。どうすか？ヤスはまあほぼ正解やな、これな。あでもレオはマイナス1だね、これ。かわいそう。いや、あれだって、お前もやらなきゃいけないっていう思いが。ああ、そうなんですよ。ああ、確かにね。それが来ちゃったんだよね。はい。ちなみに、あんちゃんとかやったんすか？俺ね、新人の挨拶はね、俺はやってない。え、のぼりくんがやったんすか？のぼりが一人で天心木村やった。強っ強っ。なんでやんなかったんすか？そういう決まりはなかったんだ、あんちゃんがやるっていう決まり。うん、その当時なんかね、あんま決まりなくて。あ、そうなの。のぼりがやりますよぐらいの感覚だったから。いつから始まったんすか？いや、なんか毎年新人の挨拶はするけど、な、新人全員でっていうのは本当最近じゃない？途中から。あ、そうなん。うん。誰が一番おもろかったっすか？誰が面白かった？あ、でも去年じゃねえ、ヤストとかは面白かったよ。ああ、おもろかったっすね。ヤストだけ面白かった。自分で言うの？あれ？あれ回ってきましたもん。ヒデがいたから助かったわ、マジで。ちょうどなんかいろんな、ね、ネタもあったしね。確かに原田あれだよね、大勢がもうギリギリで移籍して一人だってなったら、ヒロキ君入ってきて、ヒロキやってたね、ヒロキ君巻き込んで。あ、そうか。うん、めちゃくちゃ一人っすとか言ってて。じゃあヒロキ君入ってきた。じゃあ続いて北斗以外今マイナス1ね。
せこいんだよね、なんか。なんでね。7問目。2020シーズン所属選手が、家族に例えたときに、お母さんといえば、お母さんみたいな立ち位置ってこと。むずっ。じゃあ、お母さんに求めるものって何すか？あー、なんだろうね。うん。それによって多分、違くない？多分。いや、お母さんの方が、なんかこう、指摘してくれる。あー、そっちに正してくれる。ほら、違うじゃん。ほくなる。俺はなんか安心感みたいな。あまあ俺は決まったっす。まあこれ揃ったら俺嬉しいな。嘘。うん。じゃあせーの。みんな。なんで慎太郎くんだろう。いや慎太郎はねえだろ。絶対いない。いや俺慎太郎にさ言った。俺指摘めちゃめちゃされるからさ。あ指摘ね。指摘なのそれは。え俺の山くんどう。いや俺山くんどっちかって言ったらお父さんタイプだと思って山くんお母さんにしては適当すぎないですかわかりますわかるわかるわかりますなんかいやでもお父さんだったら翔吾さんは俺も思ったんだけどないやあれはお母さんじゃないでしょいやなんかあれじゃないですか僕今年入ったばっかっすけどなんか、うん、時々あの何気なく話しかけてくれたり指摘してくれるんで、なんかそういうところをちょっとなんかお母さんっぽいかなと思って。ゆうさんどうですかちなみに。全然違う。ちょっとお母さんにしてはなんかちょっとテンション高いな。いやなんか僕のお母さん像は結構なんかゆうさんみたいな。え一緒にワイワイする系お母さん。いやお父さんがしっかりしてる。ああ。イメージ。なるほど。ユウさんでも結構抜けてないですか？うん、抜けてるね。そうだね。ちょっと違うかな。ちょっと違うわ。違うね。すいません。回わなかったね。これちょっと難しい。これむずい。よし。あと8、9、10、あと3問。てか全員あったっけ？1回あったくないですか？ 2 回、え？ 1 回あった。え？あったか。あった。あ、ジュニーニョ。ジュニーニョだ。北斗強いね。強いね。まあまあまあ。そりゃそうっすよ。安藤君のこと全然知らないけど。はい、行きましょう。第8問目。女性とのファーストデートといえば。3択や、3択。うん、A、映画館。B、ショッピング、ランチ。C、海など、アウト。はい、これ自分の体験え、これは何体験のお話してくれるんですかうん、まあそうしようかなと思ってたけど。え、で、どうなの実際は。なんだえ、まあ今考えるもんでもいいんじゃない、うん、これがいいんじゃないこれがいいでいいんじゃないですか分かった。ファースト、あ、でもファーストデートか。まあでも、まあ。よし。じゃあ、せーの。おおほら。おぉ書いてる。ファーストデートで海行こうとしてんの。あぶねぇ。湘南だから、出身が多い。やっぱ海いいから、ね、か。けど最初だから、そうだよね。ちょっと間が持たないかなと思って、やっぱランチが。うん、ああ、そうね。ランチでかいね。ランチぐらいがいいんじゃない、うん、危ない。いや、これ、あってよかったな。